こんにちは、大里洋服店と申します。ちょっとネクタイを選ばれる時のちょっと目安になる幅、ちょっとお伝えいたします。スーツには上襟とこの下襟と呼ばれるものがあります。でこの下襟のところの一番広い部分ですね、広いところに、ネクタイの一番広い下の部分、剣先と言います。その剣先のこの幅をだいたい合わせるとこのスーツとのバランスが、かけた時ですね、スーツとのかけた時にバランスが取れます。だいたいこれを目安になさるとネクタイの細いの広いの幅広のまあございますので、このご自分のスーツのこの下襟の幅、これを大体目安になさると、バランスが取れてよろしいかと思います。はい、以上です。